ヨシマ。吉島,吉島は、香川県坂出市の瀬戸内海に浮かぶ四惑諸島の島。ヨシマを中心に、坂出市に属する筆石島、岩黒島、ヨシマ、鍋島、小ヨシマ、聖島、三味島などを束ねて、ヨシマ諸島ともいう。古くから、瀬戸内海、ビザン瀬戸の重要港だった、四国の歌津と本州、下津井、 原倉敷市の一部の両港のほぼ中間地点に位置する島である。四枠諸島を構成する主要七島、四枠七島の一つで、主に河口岩からなり、面積 1.10km、周囲 6.9km、周囲に羽根、佐島、岩黒島、小吉島、鍋島、三つ五島を従えている。吉島という名称が確認できる最古の文献は1590。 天正18年に遡り、これらの島々が組になっていることから、組する島というのが、東名の由来とする説がある。諸悪諸島のうち、堺出市に属する島を、吉島諸島とも言う。島の東西それぞれに、標高60から70メートルほどの南北に走る丘があり、かつては採石場だった。北にはかつて入江があって、島は馬蹄型をしていたが、 江戸末期に沿田を作るために入江が埋め立てられ、今は円形の島である。埋め立てられた一帯は今は塩浜地区となっている。かつての馬帝の先端部は長崎花などと呼ばれており、石棺や列石が見つかっている。島の南東側には古城地区があり、100メートルほど沖に小さな鍋島がある。今は 傍聴堤で鍋島と接続されており、港になっている。鍋島にある鍋島灯台は1872、明治5年築の石造りの灯台で、日本で2番目に古い灯台とされている。植生は黒松や赤松が多く、農地では麦作や柿栽培が行われている。古くは漁業と石材業が島の中心産業で、補助の漁港を中心にたい。 沢原、氷、タコなどを取っていた。静島との間の海域や牛島の南など、辺りは岩礁の多い工業場だったが、それゆえに、近隣の浜との諌かいが絶えず、美前国、岡山県側ともさぬき国、香川県側とも対立した。島で切り出した石材を運ぶための海藻業も発達し、島原の乱では、板倉重政が、吉間で二十四隻の船を挑発して、 資材の運送にあてた。島民は船員として引いてており、河村瑞賢による西巡る海運開拓、管理丸の小笠原公会にも参加した。諸悪諸島独特の制度として、戦国末期に作られた人形というものがあり、幕府の開示に船員として労力を提供する代わりに世襲で漁業権や島の土地の権利を保障された。諸悪の島々は人名の島とも呼ばれ、 人名の名称は、現代も島域の山林の管理組合などに残さている。江戸後期には、入浜式の塩田が開かれ、製塩業も始まり移住者が増えた。塩田を築いたのは、備前国出身者だったので、香川県内の他の塩田とは、設計が異なっているのが特徴である。塩田は1972、昭和47年まで創業していたが、 国の営業政策に伴って廃止になり、跡地は瀬戸大橋建設のための資材を置き場となった。これが現在の塩浜地区にあたる。全域が香川県境で吉島町に属している。郵便番号は762-0071、境で郵便局管区。1590、天正18年に大港検知、手枠検知があり。 居住者40と記録されている。江戸時代には幕府の直轄となり、島年寄りと庄屋が置かれた。1875、明治8年の記録では78個339人となっている。1878、明治11年に中軍に編入された後、1890、明治23年に周辺の島々を集めて、吉馬村、と島村、 吉間村が発足した。1899、明治32年には、中軍が隣接する軍と合併して、中田戸軍となった。1953、昭和28年に、吉間村は、境出市に編入された。1980年には、島民は361名であり、多くの家庭が、採石業に関連した仕事をしていた。 瀬戸大橋の建設に伴って建設労働者の宿舎が建築され1988年には人口は500人以上に増えた。瀬戸大橋開通後に期待した観光業は数年で廃れ、人口流出が続いた。1990年には277人、2005年には73世帯142人、2010年には63世帯115人となり、 高齢化も進行している。1988、昭和63年には、瀬戸大橋が開通するにあたり、島の西側の尾根一帯は佳境用地となり、吉島パーキングエリアが設けられた。この西の尾根には、旧石器が出土する、西方遺跡があり、瀬戸大橋の工事に先立って、発掘調査が行われた。一帯からは、さぬき岩。 サヌカイトの白片石器やナイフ型石器などに0転、点、あまりが出土したが、花崗岩の風化が著しく住居跡などは確認できなかったため、詳しいことは分かっていない。周辺の島々と同様に、吉島でもかつて採石業が盛んだった。豊臣秀吉の建築に際して、吉島は5箇所ある御用石町場の一つになっている。江戸時代から明治時代には、 石の切り出しがさらに盛んになり、吉島と隣接する商業島では、吉島石と呼ばれる良質な花崗岩を産出し昭和の最盛期には30社もの業者が創業していた。石材を搬出する海運業も栄え、50隻の運搬船が使用された。瀬戸大橋の建設に伴って、橋脚やパーキングエリアや観光施設に土地を譲渡する形で、多くの業者が廃業した。 採石は露天掘りで実施されており、創業停止後は雨水が溜まり池になっている場所もある。近年は安価な外国産石材に押されて、採石事業は低調であり、外国産石材の加工業が営まれている。かつて吉島は離島だったが、瀬戸大橋の海津豊島パーキングエリアの開業により、本州、四国の本土と陸路で接続されている。本州の岡山県、 四国の香川県とは、公共交通、バスによる定期便が運行されている。一方、2015年現在、吉島への定期航路はない。吉島は、石材の積み出し地として栄えてきた。港湾施設は、島の南東岸の補助地区、北岸の塩浜地区、吉間塩浜港、吉間から東に300メートル沖きにある小吉島の西岸、さらには佐島の東岸にあり、 これらをまとめて、吉馬港とする。吉馬港は、地方港湾に指定されており、坂井出市が管理をしている。港湾地区の一つである南東岸の補助地区の港は、補助港と呼ばれており、かつては定期船が出入りしていた。現在はもっぱら漁業に利用されている。岸壁から100メートルほどにある鍋島まで防潮堤で、接続されており、鍋島には、鍋島灯台がある。 北岸の塩浜地区の埋め立て地にある、吉島塩浜港では、瀬戸大橋の開通に合わせて、大型商業施設のフィッシャーマンズワーフが整備され、瀬戸大橋観光遊覧船が就航していた、観光とフィッシャーンズワーフ参照。吉島塩浜港には、浮き桟橋と、荷揚げ用の岩壁が整備されており、もっぱら交通用途に利用されている。このほか、小吉島にも鳩場があり、 吉島港の一部を成している。ただし2015年現在、小吉島への定期航路はない。吉島は大型船舶が数多く航行する瀬戸内海の海上交通の幹線上にある。島の南には、島や浅瀬の間を縫うように、B3 瀬戸航路が設定されている。吉島付近では、B3 瀬戸航路は3つに細分化されている。 この内吉島の東側では幅 1.4km の海域が美山瀬戸東航路と設定されていて、北寄りの幅 700m の海域が西行き航路、南寄りの幅 700m の海域が東行き航路の対面航行になっている。一方、瀬戸大橋の西側の海域では、西へ向かう船舶は、本島と牛島の間を通り、吉島の南をかすめる美山瀬戸北航路になっている。 東へ向かう船舶は、ビザンセト南航路を通り、牛島と四国本島の間を抜ける。さらに、吉島の西側には、倉敷市の水島港から出てくる、水島航路が設定されており、吉島の南西沖で、ビザンセト航路に合流する。吉島周辺では、これらの航路の内外で、小松や網漁も行われている。1988 昭和63年開通の瀬戸大橋が吉間を南北に貫いている。瀬戸大橋は複数の橋梁、高架橋で構成されており、このうちは佐島と吉間の間を吉間橋、877メートル、吉間の上を、吉間高架橋、717メートル、吉間から三つ五島の間を、北尾山瀬戸大橋、1611メートルがつないでいる。 瀬戸大橋には、瀬戸中央自動車道と鉄道の瀬戸大橋線が走っており、このうち瀬戸中央自動車道には、吉島インターチェンジと吉島パーキングエリアが設けられている。吉島パーキングエリアには750台の駐車場があり、駐車場から吉島北部の吉島港へ行くことができる。路線バス及び島民関係者は専用カードにより、ゲートを開いて、 島内道路へ入ることが可能。島民以外の自動車が利用できるのは、第2駐車場、塩浜地区までであり、吉島インターチェンジの島民用ゲートを通れないので、島の南部へ行くためには、路線バスを使うこととなる。四国側からは、境出駅、吉島間、琴三バス、本州側からは、小島駅、吉島間、下津井電鉄の路線バスが運行されている。詳細は、 瀬戸大橋線参照。瀬戸大橋には、瀬戸大橋線が通っているが、吉間を含めて、橋の途中には、鉄道駅はない。しかし、鉄道通過による騒音は島へも影響があり、環境基準としての騒音の目標値である80デシベルが設定されていい。実際の騒音値は72から82デシベルで、推移しており、平均値では、目標値をやや下回るものの、 113系列車を中心に基準を超える騒音が発せられる場合もある。このため、騒音対策として車輪の改良が行われている。吉間では1960、昭和35年に簡易水道が敷設され、1980、昭和55年には岡山県高橋川から水道が開通した。現在は、境出市から。 瀬戸大橋の防災用送水管を経由して、上水道が供給されている。一方、下水道は、未整備で、浄化層の設置や収集車による、資料回収によって、生活排水を処理している。電気は1966、昭和41年に送電が始まり、香川県から供給されている。通信設備については、携帯電話や点5世代移動通信は利用できるものの、 優先回線としては長らく ISDN 回線までであったがフレッツコーネクストが2015年2月6日より提供されるようになった。医療については診療所はあるものの常勤医師はおらず、境出市から週1回の巡回診療が行われている。明治期から昭和初期には吉馬を含む周辺各島に小学校が整備されていたが高齢化と少子化により小学校 中学校は2008、平成20年に廃校となった。中学生までは四国本土へのバス通学をする場合には交通費の95%が補助金で賄われるが、高校生以上には交通費の補助や下宿の補助金はない。瀬戸大橋が完成した翌年の1989年には774万人の観光客を集めた。ただしこれらの数値には、 吉島パーキングエリアの立ち寄り客が含まれている。が、2007年には258万人まで減少した。瀬戸大橋の開通に合わせて、フィッシャーマンズワーフという商業施設が設けられ、当初は大いに賑わったものの、2011年11月30日に閉鎖されている。瀬戸中央自動車道の開通した1988、昭和63年に、 京阪電気鉄道が観光型商業施設瀬戸大橋京阪フィッシャーマンズワーフを開業した。当初は年間516万人の利用者があり、予想を上回る年間103億円を売り上げた。吉馬を周遊する観光船や観光ヘリコプターが運行され、レーシングカート場も建設された。 翌1989年にも島全体で774万人の観光客を集め、隣の小与島に建設されたリゾートホテルアクア小与島との間にロープウェイを建設する計画まであったが、ブームが去ると観光客が急減。1990年代には年間250万人に減少し、神戸淡路鳴門自動車道や島並海道がオープンすると、 さらに減少した。不採算部門は次々と閉鎖、縮小されたが、2003年に、京阪電鉄は撤退。累積赤字は生産された。事業は、同年4月に、鳥取市、秋里の8枚建設に譲渡され、瀬戸大橋フィッシャーマンズワーフとして、再オープンした。遊覧船を含む、全施設と土地を8万建設が取得し、職員、パート90人も受け継いだ。 八幡建設は観光、レジャー産業へは初進出であった。上渡後から同年12月までの来場者数は45万8000人で、前年同期比12万人間であり、上渡後も来訪客の減少が止まらなかった。2004年1月22日より、ボーリングによる温泉の掘削を開始、当初は滞在型のリゾートホテルを建設する予定であったが、 レーシングカート場跡地にオアシスパーク、瀬戸大橋という足湯を2007年4月建設するに止まった。ベゴニア海花園という温室庭園も2006年7月にオープンした。ベゴニア海花園には、ベゴニアを中心に約1万株の花々が植えられ、アンデス山脈の標高3000メートル付近の植生が再現された。四季咲きのローズガーデンや、イチゴ園も併設された。 温室は3000平方メートルの広さで、西日本最大級の規模であった。鹿児島県などから運んだケヤキや、クスノキ、イチョウなどの大木を植樹し、月山、池を造成した庭園は、面積2万1000平方メートルの広さがあった。これらの新規観光施設開設によって、年間20から40万人の入園者を見込んで、いたが2007年実績3万人に泊まり、 2008年11月末には、双方とも閉鎖となった。最終的には、施設本館で、土産物販売とレストランを営業するのみとなり、2011年11月30日に、全面閉鎖された。管理者は今後は土地をさらちとし、利用方法を検討したいとしている。2015年11月現在は、建物があった場所にソーラーパネルが設置され、 太陽光発電施設として利用されている。フィッシャーマンズワーフ開業に合わせて、カンリンマル、カンリンマルが就航した。これは、幕末のカンリンマルを模して、反戦風に3本のマストを装備した観光船で、1861分9元年に、カンリンマルが小笠原諸島への航海を行った際に、諸悪諸島から42名の船員が参加したことに、ちなんでいる。 このうち吉島からは4名。観光船は、瀬戸大橋の下をくぐって、羽根、佐島、ひつ島などをめぐり、約30分のクルーズが人気で初年度は117万人が乗船した。客足が落ちるとともに週末のみの航行となったが、建造後20年を経過して、各部分の劣化が進行し、2008年1月末で運航を停止した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。